どうもこんにちは、そうやです。はい、田崎さんのところで S30Z のレストアが始まりましたが、私の方もそろそろ、いい加減に Z の作業を再開していきたいと思います。かれこれどれくらいかな、1年近く放置した状態ですけど、今年の年始めにエンジンが動くことは確認しましたんで、コンディションは、当然ながら前とそんなに変わっておりません。さすがにちょっと埃はかぶっちゃいましたけどね。はい、というわけで今回から、ウィートもねちょこちょこやっておりますけど、こちらの、ダットさん 260Z の方も少しずつできるとこから作業していきたいと思います。というわけで今回はこの間エンジンかけた時にちょっと一箇所気になったところがあったんで、そこをですね、一回見ていきたいと思います。よいしょ。ボンネットヒンジつけたのにまだ接続してないから相変わらず、こんなことやってますけど、よいしょ。重たいな。よっ。前にエンジンかけた時にリンケージの動きがですねすっごく悪くて、アクセルを戻してもリンケージが戻りにくい状態だったんですよね。ちなみにちょっと手で動かしてみますけど、ほらなんかぎっしーって感じ、なんかねすっごい動き悪いんですよね。多分これね、このプッシュロッドのところの動きが悪いんかな。前々からねこのキャブレターのサイズも見たくて、一回バラさなきゃいけないなと思ってたんで、本来ならこのキャブレターの上側にキャブレターの口径を、刻印してくれてるはずなんですけど、見た感じ何も書いてないんですよね。刻印が一切されてないんで、どのサイズのキャブレターがついてるのかが全然わからないんですよね。それにこの下見ていただいたら分かる通り、ガソリンがですね漏れてるんですよね。どっちにしろこの状態じゃあんまり良くないんで、今回は、一回取り外していこうと思います。それでは早速作業をしていきます。よいしょっと。はい、ようやくキャブレターを取り外すことができました。ここからね、いろんなところをちょっと分解してみようかなとも思ったんですけど、今回はやりません。せっかくね私には心強いプロがついておりますので、今度ね田崎さんのところに行った時にこのキャブレターを一緒に持って行ってちょっと動画のネタにしようかと思います。というわけで今回は、このキャブレターをちょっとざっと観察していこうかと思います。まず動きの悪かったキャブレターのこのリンケージの部分なんですけど、おや、なんか取り外したら調子が良くなったぞ。そんなことあるのかな。さっきはすごく動きが悪かったんですけど、もしかしてなんか当たってたかな。リンケージの部分はちょっと戻す前に一回、ざっと動きを確認しておこうと思います。で今ちょっとねリンケージを動かしちゃったんでガソリンの匂いがすごい。まだねガソリンちょっとこの中残ってるんで後で拭き取りをしておきます。で今度、裏面を見ていただきます。よいしょ。
はい、こちらは、ヘッド側のインテークマニホールドです。マニホールドは SK ではないっぽいですね。これは何なんだろう。マニホールドのメーカーがわからないなと思ってたんですけど、ここにね、TWM っていう風に書いてあります。見えますかね、 TWM です。どこのメーカーだろう。あとリンケージはもうオリジナルで作ったっぽい感じですね。ここにね、ブレード目入ってるんですけど、ここに一箇所ちょっと欲しい気もしますね。で、もう一丁、ちょっと今見てて気づきました。 TWM のロゴがもう一個入ってますね。はい、よく見るとこのラベルが、TWM なんだろう、ウルター CA カリフォルニア TWM インダクション、USA アメリカ製のインテークマニホールドになるのかな。キャブレターは、SK レーシング、刻印はされておりません。メイドインジャパンとは書いているんですけど、 SK だからソレックスのジェットとかが合うのかな。で、今度はですね、ちょっとキャブを裏返します。で、こちらがですね、取り外したヒートシールドになります。取り付けの方向的にはこうですね。ここら辺からどうもガソリンが漏れたような跡があります。で、このヒートシールドに合わせて見た感じだと、ここはもう完全に漏れてますね。おそらくここもなんかちょっと漏れたんかなっていう、なんか微妙な跡がついてます。で、あとインマニで気になった部分はですね、ここと、あとここ、はい、まずここですね、そしてここ、いやー、がっつり削りが入っております。こちらの方は、エキゾーストマニホールドにほぼ接触しかけてた部分ですね。こういう状態が確認できたんで、今回インマニ外して正解でした。感じになってます。はい、じゃあちょっと口径を測ってみましょう。一応参考までに、こちら側は 42mm です。あれ、意外と細いな。っていうことはそんなに大きいキャブはついてなさそうですね。これ一応データ取り用としてちょっとファンネルの長さも測っておきます。ファンネルの長さが 55.7mm。はい、とりあえずキャブはまあこんな感じです。キャブのこの口のとこがだいぶガソリンで汚れてるんで、これはこの動画が終わった後で清掃をしておきます。じゃあ今度はエンジン側の方をちょっと見てみましょう。はい、こちらエンジン側です。一応ね、オーバーホール済みエンジンということで、インテーク側の状態をちょっと見ておこうかなと思いまして、今ちょっとカメラを回しております。こんな感じですね。ポートは結構綺麗な感じです。ガスケットもほとんどですね、貼り付いてなくて、もうほぼ新品同様です。できればですね、液マニにもバンテージを巻きたいんですけど、せめてヒートシールドが覆ってる部分だけでもバンテージ巻こうかな、あんまり意味ないかな。ヒートシールドをかぶるのはこのまっすぐヘッドから出てる部分ですね。この区間だけでもバンテージ巻いて意味あるのかな。そういうところは、今後ですね、ちょっと悩んでみようかと思います。これはオイルキャッチタンクに行ってるやつだけど、これちゃんとはめてないな。動いてるしダメじゃんいやー、久々に見たけどいっぱいあんな。はい、というわけで今回の動画はここまでとなります。やっと重い腰を上げまして Z の作業を再開し始めました。今年はですね、この Z を、1回はサーキットで走らせてあげるのが目標なので、とりあえずは走るように、ぼちぼち進めていきたいと思います。田崎さんのところにもね、赤い Z がレストアで入ってきましたんで、そちらの赤い Z のレストア作業の方も、密着していきたいと思います。私の方もね、負けないように頑張っていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。